25m、9選手が出走して行われます。実に43年ぶりに今回は立川記念1月以外の月に行われる開催となりました。少し涼しくなってきています。この時間帯バンク内、風は直線コースが横からの風を受けるコンディションです。12レース対戦メンバーをご紹介します。1番は徳島犬伏優也、2番栃木増田久美、3番秋田森沢太志、4番大阪南修司、5番青森新山恭平、6番山口清水博人、7番長崎山崎健人、8番福島渡辺幸則、そして9番は埼玉平原浩太。以上9選手が出走します。 K5、K3 ともに最終関門です。細切れ戦です。オールスター競輪の最先頭ばかりに並び合う2人、1番の犬伏優也、そして113期から初の G1 タイトルホルダーとなった2番増田久美、そこへ今日も9番平原浩太がつけます。立川記念 V3 の実績あり、そして静かに闘志を燃やす5番の新山恭平、北日本3人の先導役、南修司、山崎健人、それぞれ短期戦となりました。12レース S級初日特選スタートしました。横に並んだスタートは5番の新山恭平、内からは2番増田久美、8番渡辺幸則、増木は下げていって北日本前からです。あとは4番南修司が現在4番手付近、この後ろから後続追いついてきました。3番森沢太志、そして9番平原浩太、北日本関東前段中段まとまり、4番南修司はこの関東勢の後ろ回りとなっているか、現在は6番手、その後は1番犬伏優也に6番清水博とつけます。中四国勢が7番手8番手最後方、7番の山崎健人です。3対2対1対2対1といった細切れ戦、2周目に入りました。北日本勢前から運んでいきます。立川記念は2大会連続3度目の出場となった5番新山恭平、前受けを叶えて後ろ3番森沢太志、長く状態面の不安視があっても戦うからにはという感じ。立川10年ぶりの参戦、3番森沢、そして8番の渡辺幸則、静かに北日本の3番手回りです。その後に関東を2人つけました。2番増田組4番手から、3ヶ月後に控える年末の大一番に向けても大変重要な4日間となりそうで、後ろには忍耐に忍耐を重ねる9番平原浩太つけます。関東勢中段、短期4番南修司が6番手を進みました。今日がバースデーランの4番南修司、その後ろに1番犬伏優也7番手から行っています。満を持して立川バンク厚見山、1番の犬伏に、立川記念これで6大会連続出場、連覇の実績ある6番の清水博人、短期最高峰が7番山崎健人です。4年ぶりにこのバンクに姿を現しました。7番山崎健人、隊列まだ動きありませんが、前受け5番の新山、後ろ攻めの中四国勢、叩いて犬伏と清水で出ました。増木は北日本の後ろ回り続けておりまして、中四国勢犬伏と清水の先行となりそうか。しかし2番増田匠、6番手からロングスパートに出ています。さあ犬伏を叩きに出る2番増田、そして9番平原ですが、清水の牽制があった。1番犬伏三者審リードで、2番増田は一旦降りて中四国勢の3番手平原迎え入れて、4番手関東勢は中段どころになりましたが、後方からは7番の山崎健人がまくり仕掛け、そして南修司もまくっている。残り200を切って北日本勢は劣勢で、3番森沢が切り替えていますが、現在中段の後ろだ。犬伏が逃げる、清水が番手絶好、その後切り替えて9番平原とインコース、3番森沢太志だが、6番清水広田が先頭で降臨。2着9番の平原浩太、3着争い接戦、3番森沢か8番渡辺幸則か、1番犬伏優也先行体制から後続完封の逃げでしたが、番手絶好6番清水広田、そして新山は行き切れずに後方展開を強いられ、森沢太志は打ちをするする立ち回り、9番平原浩太との2着争いに持ち込めましたが、6番清水の後ろは9番平原浩太2着優勢と見えます。その後3番森沢太志が3着、関東勢を出しませんでした。1番犬伏優也、
この先行に乗った6番の清水博人、初日特選勝利、2着9番平原浩太、その後3着は3番森沢太のようです。12レース決定まで投票権は大切にお持ちください。12レース初日特選、姿を現しました7番山崎健人。隊列まだ動きありませんが、前受け5番の新山、後ろ攻めの中四国勢、叩いて犬伏と清水で出ました。増木は北日本の後ろ回り続けておりまして、中四国勢犬伏と清水の先行となりそうか。しかし2番まっすぎ匠、6番手からロングスパートに出ています。さあ犬節を叩きに出る2番まっすぎ、そして9番平原ですが、清水の牽制があった。1番犬節三者審リードで2番まっすぎは一旦降りて、中職勢の3番手平原迎え入れて4番手関東勢は中段どころになりましたが、後方からは7番の山崎健がまくり仕掛け、そして南修司もまくっている。残り200を切って北日本勢は劣勢で3番森沢が切り替えていますが、現在中段の後ろだ。犬伏が逃げる、清水が番手絶好、その後切り替えて9番平原とインコース、3番森沢太志だが、6番清水広人が先頭、1着9番の平原フォーター、